初日にお会いくださいまして本当にありがとうございます。皆様ご存知かと思いますが、このレミゼラブルの訳詞家でございます岩谷時子先生が去る10月25日ご逝去なされました。本日はこの場をお借りして岩谷時子先生に黙祷を捧げたいと思います。岩谷時子先生はご指示吹雪さんのシャンソンの訳詞や大ヒットした歌謡曲の作詞を手掛け、その他にもレミゼラブルをはじめミス・サイモンや王様と私、回転木馬、ガイズ&ドールズ、シカゴなどたくさんのミュージカルの訳詞を手掛けてらっしゃいました。レミゼラブルに関しましては1987年の日本初演に際しまして訳詞のために連日稽古場に足を向けていただけたそうでございます。以来25年余り、オリジナル版から新演出版に変わっても、こうして皆様に愛されるレミゼラブルがあるのは岩谷時子先生の素晴らしい歌詞があったからだと思います。本日は岩谷時子先生のご冥福を祈り、お客様ももしよければ一緒にご参加ください。黙祷を捧げたいと思います。黙祷。ありがとうございました。私たち本日初日を迎えました凱旋公演でございますが、岩谷先生の天国へ、岩谷先生のもとへ声が届くように一生懸命歌わせていただきます。最後に皆様もご一緒に歌っていただければと思います。岩谷時子ピープルソングをお送りいたします。上に字幕が出ますので、ご存知のお客様に一緒にご参照くださいませ。Thank you.
本日は